マリコの部屋。皆さんこんにちは、マリコの部屋でございます。今日のお客様は窓の光明さん。見るたび叱られてるずっこけデカこと足立徹を演じられました。ああ、雨のさぎりがスポンって入ってた人ね。あ、ネタバレ？知らないよそんなの。こんにちは。こんばんはかな。それともゲームやってる人は朝までやっちゃうからおはようかな。足立徹役の窓の光明です。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。第1問ね。じゃじゃーん。キャラクターを演じる上で気をつけたこと、苦労したことなどがあれば教えてください。だって。こう、やっぱり最初の頃のこう、ひょうひょうとした感じと、後のこの、黒足立になった時のこの変化がね、やっぱ相当あるんで、そこをやっぱ気をつけましたね。そこがちょっとこう苦労したところです。そうなんだ。はい、次。足立といえばうっかり発言で怒られたり、いいお兄さんだったりと、ひょうひょうとして捉えどころのない印象ですが、ご自身と比べていかがでしょうか。似ているところ、似ていないところを教えてください。だって。似てるところですか。まあそうですね。案外でも僕ね、窓野さんって結構捉えどころないですねとか、何考えてるかわかりませんねってよく言われるんですよ。僕もよくわかりません。笑える。てかウケる。あ、同じか。じゃあ次ね。ご自身は演じたキャラと親友になれると思いますか。だってさ。親友にはなれないだろうな。ただね、僕ね、もし足立と接したら、多分僕は足立を多分いじるだろうな。で、いじって結構、僕的には結構楽しいだろうなと思いますね。足立的にはどうかな。ただ僕は足立をこう多分いじって、まあ、結果的に多分テレビの中に僕が入れられるっていう形になると思います。え、そうなんだ。へえ、意外かも。次の質問ね。P4G では認めたくない自分の一面であるシャドウも同時に演じられましたが、ご自身からシャドウが出るとしたら、どんなシャドウが出ると思いますか？だって。そんなこと言っちゃっていいんですか？かなりエロいシャドウが出ると思います。変わってるね。いや、わかんないけど。じゃあ最後ね。ファンの方々へメッセージをお願いします。だって。じゃあ、お願いします。はい、ファンの皆さん、足立はとても可愛いやつです。皆さんもそう思ってくださってるとは思います。これからも、白足立、黒足立ともに、皆さん可愛がってやってください。白足立はもっと皆さんでいじめてやってください。いじめればいじめるほど足立も喜ぶと思います。そして黒足立はどんどんド S になっていきますんで、いじめられてください。以上です。何それ。はい、ありがとうございました。では今日のマリコの部屋はここまで。おしまーい。